対外交とは国際社会における日本国家の現状を対外的に危機的状況と考え国際協調を否定して国家の自主、独立を重んじて軍事力を模試やに置いた強硬的な外交でのみによってこの危機を打開できるとする思想、主張のこと。政府外の財や民間にあってこうした考えを支持する人々、党派を対外交派と呼び、 明治後期の条約改正から日清、日露戦争、韓国併合の時期に最も盛んであった。明治政府に反対する勢力がナショナリズムの下に党派を超えて大衆を結集させた。その原点は幕末の上位論や明治初期の政官論などに求めることも可能であるが直接的な原因としては明治政府が条約改正に際して取った。 王家政策とそれに対する反発としての国粋主義の公用が挙げられる。いわゆる日本主義者が日本を舞台に政府の外交方針と自由民権運動の民力、休養路線の双方を批判して強硬的な外交政策による不平等条約解消とその裏付けとなる軍事力の拡張を主張した。この路線を報じる安倍岩根、笹と夫夫ん、 コウ友常とらは1893年に大日本協会を結成して、条約励行、自主外交、耐震協行を掲げた。これに対して、東洋自由党、同米クラブ、立憲改新党、国民協会、政務調査会の五党派がこれに抗往して、日英通商公開条約締結の反対、新国への早期改正を掲げて、共闘を訳した。 この六党を対外公六派と呼ぶ。こうした動きは世論を日清海戦論へと動かす契機にはなったが、これらの政党は対外政策では一定の一致を見ていたものの、国内政策では国粋主義的な大日本協会や国民協会から自由民権運動の中でも急進派である東洋自由党まで幅広い勢力を含んでいたために、政府あるいは衆議院、 第一党の自由党あるいは後に同党と伊藤博文系官僚勢力が合同した立憲政友会に対する批判でしか一応見なかった。実際にこの勢力の主流は後のなお協会、新歩党、憲政本党、立憲国民党、憲政会と続く反自由党、反政友会の第二党勢力の母体となっていくのである。日清戦争後に一時的に沈静化していた。 対外交の再燃が始まるのは、義和団の乱後のロシア軍による満州中流であった。旧石管家の当主であった、この絵集まろを用した、大路同士会をはじめとして、七博士憲築事件における日露改善論の高まり、戦後のポーツマス条約締結に反対する、民衆による、日比谷焼きち事件など、対外交派の影響によるところが大きい。また、戦後には、 韓国の併合を積極的に唱えた。ところが、日比谷焼き打ち事件に対する評価が、対外公派を分裂の方向に向かわせることになる。自由民権運動の流れを組みこの動きを評価する人々は、1905年に国民クラブを結成して、内に立憲主義、外に帝国主義という標語を掲げて、普通選挙を行って正しい国民の声を政治に、 反映させることが国家の自主、独立の確立に必要であると主張した。だが、逆に国粋主義の流れを組みこの動きを国内における危機と、見た人々はすでに1900年に、この絵集まろうが結成していた国民同盟会の流れを組む諸派に結集して国家主義の強化と国民への統制強化によって国民が一致団結して自主、独立を追求すべきであると唱えた。 この路線対立は、その後の侵害革命や、台米移民問題、第一次世界大戦などで、対外交が、たびたび再燃して、結果として、対外的にはその方向に向かいながらもそれらは、帝国主義や、王党は共栄権の構想に帰結し、対外交という言葉自体が色あせる原因となっていった。辞書項目研究処置方紙、ありがとうございます。